関塚監督就任後初のリーグ戦となる11位ジェフユナイテッド千葉。これまで3分け1敗と未だ勝利がない栃木県グリーンスタジアムで7位栃木 SC との対戦です。試合は開始直後に動きます。2分、千葉のコーナーキック。中村大輔のボールに合わせたのは井出。千葉が幸先よく先制します。しかしその後は栃木の反撃を受けます。12分、広瀬のクロスをセヌマがヘディングシュート。その2分後にはコーナーキックから、最後は近藤祐介が合わせますが、これは枠を外れます。守備に追われる千葉、16分にはセカンドボールを奪われ、近藤にミドルシュートを打たれますが、これは岡本の正面、同点ゴールを許しません。すると32分、千葉は一瞬の隙をつきます。兵道のロングパスに反応したのはケンペス。ケンペスは2試合連続となる今シーズン10ゴール目。千葉が2点をリードし前半を終えます。迎えた後半、もう1回集中してゲームに入ろうと選手を送り出した関塚監督。しかしペースをつかんだのは栃木。46分、近藤がミドルシュート。さらに52分、石澤のクロスにセヌマが合わせます。栃木の猛攻を受ける千葉、関塚監督は62分、この日無得点に終わった森本に代え大塚を投入。すると70分、その大塚がドリブルで持ち込み矢沢へ。矢沢のパスを受けた中村大輔がミドルシュート。さらにポストの跳ね返りを大岩。しかしこれはオフサイドで追加点とはなりません。さらに後半アディショナルタイムには途中出場の山中が左足でシュート。関塚監督、選手交代で流れを引き寄せます。試合はこのまま2対0で終了。千葉は栃木県グリーンスタジアムで初めて勝利し、関塚監督のリーグ初戦を飾りました。